ナヒーラ5突しました。ここまで来たら貫突した方がいいですか。ナヒーラの5突は正直言ってめっちゃ弱いのでナヒーラの5突はテンプレベルが3上がるんですけど、だから解説動画見てくれ。で、テンプレベル3上がってどれぐらい変わるかっつったら、ダメバフが 5% 増えて、で、0.1 秒ぐらい発動間隔縮まって、水の給電が1秒伸びるだけ。5突だけだったら弱いんだよな。5突まで来たら貫突しよう。5突で止めるメリットないわ。5突は正直、5突効果弱すぎる。貫突の前座だ。正直、貫突しましょう。5突止まりが俺以外にいたのか。まあ、でも無理はしなくていいよ。ナヒーラは復刻早いと思うからね。うん。まあ、いつも言ってるけど、神様の初回の復刻は早い。ナヒーラ、私の予想だけど、バージョン 3.2 だろ。3.6 か 3.7 あたりでナヒーラ復刻来ると思うよ。神様は復刻早いんでね。全部丸見えね。ウェンティも 1.0 で、初実装 1.4。勝利 1.1 で初実装 1.5 で復刻。ライデンも 2.1 で初実装 2.5 で復刻だ。めっちゃ復刻早いから。まあ無理はするな。ナヒーラ1突だ。でもみんな、原神の動画投稿者さん、配信者さん2突が強いって言ってる。あーもう2突したい。もうダメだ、お金借りちゃおうみたいになるぐらいだったら、あー別にそのうち復刻来るし、いや、鼻ほじいぐらいでいいと思う。かな。そもそも課金なんてしなくても原神余裕なんで。はい、ナッツも取っちゃって、はい、草元素でみんな死ぬ。ナヒーラ強すぎる。やーべーな、こいつマジ。いやー、さすが草の神だわ。それは草。草越えて送信なのって感じ。